ヘッペンハイム。ヘッペンハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセ軍の都市で、軍庁所在地である。この都市は、オーデンバルトの辺炎部に位置する。ヘッペンハイムは、ヘッセン州の軍庁所在都市のうちで最も南に、位置し、バーデンイコール、ビュルテンベルク州と直接境を接している。地域は、中世の城塞。 シュタルケンブルク城のふもとのなだらかな武道山沿いに広がる。街の外観は城のほか聖ペーター教会によって特徴付けられる。1904年8月1日に完成したこのカトリック教会は司教座になったことはないが一般の人々からはベルクシュトラーセの聖堂と呼ばれる。ヘッペンハイムは連邦道 B3 号線、B460 号線、アウトバーン A5 号線。 A67 沿いの中央に位置し、ハイデルベルク、約3 5トルからダルムシュタット、約2 9トルまでの道程のほぼ中間に、当たる。この都市の公式な名称は、ヘッペンハイム・アンレア・ベルクシュトラーセである。地元の南ヘッセン方言では、ヘプラム、ヘップルムと呼ばれることもある。ベルクシュトラーセは、ダルムシュタットからハイデルベルクに至るオーデンバルトの、 生肝、言い換えれば、ライン盆地ンの東端を通っていた、街道、現在の連邦道 B3 号線にあたるで、同時にこの周辺地域の名称でもある。極めて穏やかで日当たりの良い気候のため、大変に早く、木々が花をつけることが特徴である。オーバーイコールラウデンバフ博は、ヘッセンの中でも、とりわけ奇妙な州の境界線を有している。市内に2つ、バーデンイコール、 ユルテンベルク州の飛び地があり、その飛び地の中にさらに、ヘッセン州の飛び地がある。ヘッペンハイムは、北は、ベンスハイム、北東はラウタータール及びリンデンフェルス、東は、フィールト、リムバッフメルレンバッフビルケナウ、南は、バーデンのラウデンバッフバーデンイコールユルテンベルク州ラインイコールネッカー郡、南西は、フィールンハイムと、ラムパートハイム、西は、 ドルシと境を接している。ヘッペンハイムは、ケルンシュタット、中核区のほか、ウンターヘムバッハク、オーバーヘムバッハク、キルシュハウゼン区、イーゲルスバッハ地区を含む、エアバッハク、ゾンダーバッハク、バルトイコールエアレンバッハク、ミッタースハウゼンイコールショヤーベルク区、オーバーラウデンバッハクからなる。 これらは、ヘッセン州の自治体再編により1972年1月1日に、ヘッペンハイムに合併した。ヘッペンハイムは755年に、初めて文献上に記録されている。この都市は、当時フランク人支配地域の辺境部の中心地であった。773年に、ヘッペンハイム辺境地は、カール大帝の寄贈により、ロルシティ州動員の所領に移された。 この書量を防衛するため2065年にヘッペンハイムの高台にシュタルケンブルク城が築かれた。当時、この修道院は諸公に準じる扱いを受けていた。ヘッペンハイムは時代とともに修道院領の行政的、経済的な中心地へと発展していったが、11世紀から12世紀にかけて修道院が衰退するにつれ、再びその力を失っていった。 1229年に皇帝フリードリヒ2世はシュタルケンブルクをその支配下に入れ、1232年にはヘッペンハイムを含むロルシュ修道院もマインツ大司教の統治下に組み込まれた。1461年から1623年までプファルツ選帝公が七草としてこの都市を支配した期間はあるものの、1803年の帝国代表社会議主要決議まで、 マインツ大使教領にあり、その後ヘッセン領となった、ヘッセンイコールナルムシュタットハク領、1948年、以後はヘッセン州。都市圏は遅くとも1318年までに確立されており、市場開催権は9世紀前半にはすでに獲得していたと考えられる。1265年、あるいはそれ以前の可能性もあるから1803年まで。 ヘッペンハイムは、マインツ大司教のアムト、または、オーバーアムト・シュタルケンブルク、アムト及びオーバーアムトは、当時の地方行政区分の所在地であった。ヘッセンイコール、ダルムシュタット砲白領になったことで、オーバーアムト・シュタルケンブルクは廃止された。ヘッペンハイムはこれイゴアムトの所在地となることは、なかったが、1821年に、ラントラーツ別力ヘッペンハイムの所在地となり、 1832年には、ヘッペンハイム軍の軍長所在地となった。1848年から1852年には、レギー・ルングス別力ヘッペンハイムの部所在地。1938年から、ヘッペンハイム軍と、キューベンスハイム軍の大部分を合わせた、ベルクシュトラーセ軍の軍長所在地となった。第二次世界大戦後には、キューボルムス軍のライン側右岸部分が、同軍に 入れられた。ヘッペンハイムは1369年と1693年に火災でほぼ完全に消失した。後者はプファルツ継承戦争時でフランス軍による焼き打ちであった。1945年3月に損傷なくアメリカ軍の進駐を許すまで2回の世界大戦をこの町はわずかな損傷で切り抜けた。 1847年10月10日にホテルハルバー・モントに主導的なリベラリストが集まったヘッペンハイム集会は1848年から49年のドイツ革命の幕開けであった。こうした歴史的な背景を踏まえて FDP は1948年12月1日にヘッペンハイムで旗揚げされた。ヘッペンハイムには中世から すでにユダヤ人が暮らしていた。1232年から1803年までマインツ大使教領に属したこの都市では教会によるユダヤ人迫害運動が繰り返し行われた。1348年から1349年のペストカに橋を発したユダヤ人迫害によってこの町に住むユダヤ人はいなくなった。新しいコミュニティの成立は17世紀であった。 1900年頃には、約4 0家族、およそ200人から300人がこの都市に住んでいた。その後、他の都市への移住があり、1933年には113人にまで減少した。この町の最も有名なユダヤ人は、フランクフルト大学の宗教学の名誉教授で、シオニストのマルティン・ブーバーである。彼は1938年2月に移住を強いられ、家族と共に、 イエルサレムに亡命した。1938年11月のユダヤ人排斥運動で彼の家は略奪に遭い、図書室に収蔵されていた3000冊の書物が失われた。1939年5月の時点でこの町には37人のユダヤ人が住んでいた。1942年9月にヘッペンハイムの最後のユダヤ人が強制国外追放になった。 かつてシナゴーグがあった場所には1938年に破壊されたシナゴーグのスケッチが描かれた記念の石板が設置されており、ここには1900年に建設され、1938年に破壊されたシナゴーグが建っていたと書かれている。またこれに添えられた石踏みには殺害された者への追悼として、かつてヘッペンハイムに住んでいた29人のユダヤ人の名前が記されている。 ヘッペンハイムの精神病を医学施設は国会社会主義の安楽死犯罪に加担した。この施設はユダヤ人精神病者の集合施設と呼ばれガス室へ至る童貞の途中液とかしていた。この施設から患者たちは殺害施設や強制収容所へと送られていったのである。こうした施設はアイヒベルク、バイルミュンスター、ハーボルン、カルメンホーフ、マールブルク、メルクスハウゼン、 ハイナ、ヘッペンハイム、ディーセン、ゴッテーラウにあった。ヘッペンハイムには、1942年5月28日から、ダッハウ強制収容所及びナッツバイラー、強制収容者の外部施設が設けられた。この施設は1942年12月18日に閉鎖されたが、1943年7月15日には、 新しくヘッペンハイム外郭収容所が設けられた。この施設が最終的に閉鎖されたのはアメリカ軍が占領した1945年3月27日であった。拘束されていた人々は SS が作ったドイツ栄養、食料研究所の仕事に携わっていた。2004年6月18日から27日まで、ヘッセン会議、場所を変えて毎年開催のホスト都市となった。 1971年から1975年の間の急速な人口増加は1972年の市町村再編の一環でなされた合併によるものである。自由民主党は1948年にヘッペンハイムで決闘された。ヘッペンハイムの市議会は37議席からなる。2011年4月10日の決選投票でライナー・ブーレルバッハは 当時現職のゲルハルト・ハーバートを破って市長に当選した。1945年以降の市長を歴記する。グスタフ・ケイ・ニヒト・ヤーコップ・フレックは1945年のアメリカ軍進中後に一時的な委託を受けて市長に就任した。文章は上下に分割、下部はさらに左右に分割されている。上部は青地に赤銀の縞模様に彩色されたヘッセンの獅子。 中央線から半身を出し向かって、左に向いている。金の冠を被り、右手で金柄の銀の剣を持っている。下部、向かって、左は銀字に赤い先端の尖ったロル主従字、向かって、右は赤字に、銀の六本スポークを持つマインツノは ?1913 年8月30日に、ヘッセン大公、エルンストルート・ビヒは、ヘッペンハイムーに対して、 歴史的な領主を象徴する。ロルシュは773年から1232年、マインツ戦帝公が1803年まで、それ以後が、ヘッセン紋章を授けた。ただしここには1461年から1623年まで、担保にされた、この地を治めたプファルツ戦帝公の紋章はない。古い紋章。 例えば、1645年に刊行されたメリアンの版画に描かれたものは、マインツ大司教領であることを象徴する司教が描かれていた。1956年からブーベンドイト氏と共に、ズデーテン地方のルビーに対する協力関係を結んでいる。ヘッペンハイムには2008年4月30日時点で408の保護文化財に指定された文化記念物がある。 特に見るべきは以下の通りである。ヘッペンハイムはよく保存された広さ約6ヘクタールの建物が密集した絵のような旧中侵害を有している。この範囲にシュタルケンブルク城を含め蒸気の見どころすべてが立っている。旧市街は木組建築が印象的であるが、これらの建物はプファルツ継承戦争の際、1693年に 破壊された後10年以内に再建された中世の遺構である。19世紀前半に大部分が破壊された死壁は断片が残されているだけである。重要な年中行事を列記するシュタルケンブルクの城山にあるアマチュア天文台のシュタルケンブルク天文台は小惑星の研究で広く名前を知られている。ヘッペンハイムは経済的には ラインイコールネッカイイコールドライエックに含まれており、隣接する他の市町村、例えばベンスハイム、ドルシュ、ラウタータールと共に南部ヘッセン地域計画上の中級新都市とされている。この町は就業率、購買力などで高い経済指標を示す。ヘッペンハイムは多くのバス路線で、ユーゲンハイム、グラゼレンバッハ、メルレンバッハと結ばれている。 ヘッペンハイム駅にはマインイコールネッカー鉄道が通りハイデルベルクやフランクフルトアムマインへつながっている。クライダー用飛行場が市の南西部にある。1899年にヨーロッパで最初の発電所の一つがヘッペンハイムに建設された。2機の蒸気機関が1900年からヘッペンハイムとベンスハイムに電力供給を開始した。 第二次世界大戦後には多くの工業会社がこの町に拠点を置いた。例えば、機械製造、工業、ゾンダーバッハの宝石、日用品、ロンネーザイグロジエンビッチの大きな工場、分析会社などである。後には、こうした製造業者に加えて、輸送業、マーケティング業、サービス業の会社が進出してきた。ヘッペンハイムは、 ヘッシェ・ベルクシュトラーセブドウ生産地区に属すワインの町である。このブドウ生産地区は、ブドウ畑の面積450ヘクタールで、ドイツで2番目に小さなブドウ生産地区である。このうち230ヘクタール、すなわちほぼ半分が、ハムバッハクやエアバッハクを含めたヘッペンハイムにある。ゼントゲリヒト、シュテンムラー、シュタインコプフ、シュロスベルク、マイベルク。 エッグベークといった農場で採れたブドウはヘッペンハイマーシュロスベルクという統一商標で販売されている。ベルクシュトラーセの良い気候と肥沃な土壌によって品質は極めて高い。主要品種はリースリング種である。この地域で生産されたブドウの多くはヘッペンハイムに本社を置くワイン製造業者でワインに加工され、ヘッセンのワイン販売業者の多くがこれを所有する。は ブドウ畑の中に30以上の学習ポイントを整備した全長6 9トルのワインと岩の体験路を運営している。オーバーハムバッハ地区にはオーデンバルトシューレがある。この学校は改革派協会のコンセプトに基づいて運営されている。また、1910年にエディト・ゲヘープとパウル・ゲヘープによって創設されたドイツで最も古い総合学校の一つである。 ヘッペンハイムのシュタルケンブルクイコールギムナジウムには1000人以上の学生が参加している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。